は、3つの章に分かれていて、その中で軸となる人が変わっていくんですけれども、ここの登場人物に寄り添って物語を語っていきたいと考えておりました。撮影を進めていくにあたって、監督、プロデューサー含めて、何が大切かという話になり、今回の作品においては、撮影期間、春と夏に分けて2回に撮影する、また美術に関しては、子どもたち2人が行く、秘密基地といいますか、電車の置かれたそこの美術と、やっぱり最後の肝になる台風だったりとか、そういったところのスケール感、そういったところに重きを置きたい。撮影機材の方に関してはとてもちょっとずつ制限がやっぱり、来てしまうもので、予算の制限のある中でもいろんな広がりのある機材構成で考えたいと思った時に、ちょうどローニン 4D のことを知って、それで、導入を考えたんです。メインカメラと同じものを2台用意したとしても、オペレートのためにすごくスペースは割かれるじゃないですか。それだと今回のセットでは成立しないなと思ったので、ローニン 4D にすれば、全ての機能がカメラの中に入っていて、 A カメのフレームの脇にストンと置いておくことによって、でもそれでも本当に印象的なカットを同時に撮影することができて、映画としては助かったと思ってます、はい、メインカメラと比較しても極端なノイズが目立つようなこともなく、高感度を使うのにあまりためらいもなく使えたんで、とても良かったと思ってます。ナイター撮影だけではなくて、トンネルの中が一番メインでしたけど、そこである程度の絞りを稼ぎつつ、お芝居を撮っていくっていう時にとても役立ってます。一番大きくはやっぱり映画全体を作るルックっていうものを考えて、かつ 4D で扱えるもの、そういったものをいろいろ検討してテストした結果、この FD レンズに決めました。スチールのレンズを使っていたので、セカンドの子としてすごく大変なところは多々あったと思うんですけど、ライダーの力を借りると、やはり遠隔での、リモートコントロールがすごく助けになってはいたので、メインカメラを手持ちにして使うよりは本当にとても効果的な、使い方ができたと思います。距離をとっても安定して映像が届いているっていうのは、すごく本当に安心感というか、それでトラブルになることはすごく少なかったですし、それが一体になっているので、そのモニターを見ながら直感的にこう操作ができる、それに助けられた部分が大きかったです。子どもたちの目線の高さに 4D を構えて、それでカメラを引っ張って撮影をしていく、カメラ自体を少し下げつつ前進することだけ考えて進んでもらって、それをリモートでオペレートをして子どもたちを捉えていく、一人で下がりながらカメラを持ってオペレートするよりも、そちらの方が自由度が高く制約も少なかったんですね。あとかけていく2人と並走して撮っているカットなどは、事前にワイヤーを張っておいて、そこに 4D を吊るして滑車でカメラを引っ張りつつ、そのリモートでフォローして撮影をして、子どもたちの演技に極力支障がない形っていうのを考えていった時に、あのスタイルになりました。水路から出てきて2人を引っ張って移動していって、草むらの中をかけていって、最後、後ろから追っかけて、そういった結構難しいカットの連続ばかりで、それを短時間で撮る中でいろいろセッティングを考えていた時に、スムーズに進むと思った判断から 4D を使いました。監督からこのシーンはワンカットの長回しでいきたいということで撮影の段取りを考えました。ただ撮影時間としても、完全なナイターとして撮影できる時間が40分ぐらいしかで、その中でこのシーンはとても母親にカメラが寄り添って進んで表現していきたいと思って、それを制約を少なくやるためにはやっぱり 4D しかないかな。もうその時になってみたら、もう夏編になっていたので、ある程度撮影も進行していて、もう 4D に対する信頼度もみんな上がっていたので、誰もあんまりそこに疑問は持たなかったと思います。今回ローニン 4D でできること、自分のアイデアの幅が広がったと思っているので、今後この 4D が本当にハマるような作品が来たら、それはもうメインで使うぐらいな感じのイメージにはなっています。やっぱりカメラ道具ではあると思っているので、このカメラが活用できる、うまく活かせるって思うような作品にはもう
バンバン使っていきたいと思ってます。ロニー 4D を現場で使っていくうちに、撮影部や特許部、各パートの人が機能を理解していく、まあ、シンプルなセッティングで撮影ができるようになる、まあ、それによって映画がとても豊かになっていったので、やっぱりなかった時のことを考えると、いろんなことを諦めていったのかもしれないなと思って。